はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員、靴沢亮でございます。テリーボンバー様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。メール党員さん限定イベント、靖国神社正殿参拝、終戦の日懇親会、暑いですけれどもお忘れなくご参加ください。出席するって言った方はね、靖国神社正殿参拝と懇親会は全く別なイベントであります。正殿参拝の方はご連絡必要ありませんので、いらしてください。現地集合、現地解散、懇親会の方はもう会場の都合で締め切らせていただきました。誠に、多数の方のご応募ありがとうございました。会場の定員あれしちゃいまして予約してたね、ありがたいことであります。ハニバヤシトラップ外務大臣をよく知る方から情報提供いただきました。学生の頃全然モテなかった口を余して不良によく絡まれてた、思ったこと何でも言っちゃって、まあいますよねそういう人ねちょっと発達障害かな、アスペかななんて思っちゃいますけれども、実の母親が実はこのあれでね、実の母親アスペルガー症候群じゃねえかな、私思ってますけれども、人からなんかもらうじゃん、なんかさお土産とかさ、畑で取れたとかさ、そうするとね私これ嫌いなんだよねって言っちゃうんだよね、うちの母親言わないじゃん普通、あんま好きじゃない果物とかでもさ。柏原芳恵のファンで巨乳好きだってハニバヤシトラップ外務大臣、だそうです。全然モテない人がよく当選できたな、女性票は少なかったんだろうなーって思いますけれども、厚生大臣、大蔵大臣、日中友好会館会長を務めた父の林義郎の七光でしょうかね、モテない男ほどハニトラにかかりやすいんじゃないかな、なんせ女性にモテた経験があんまりないからそののぼせ上がっちゃってさ、なんかぐるぐるしちゃってさ、北朝鮮のハニトラをおかわりしたっていう石破茂なんかもモテなそうですもんね、人は若い頃からモテなそうだよな、神器臭くてなんか暗くて全然暗くて、で北朝鮮に行った時にですねハニトラかかっちゃって1人終わったら足りないもう1人起こせって言ったらしいですからねこの人、週刊誌ネタですけど、結論女性にモテない男は免疫がないから狙われる国会議員に不向き、ハニトラで狙われる国会議員には不向き、知事とか市長なんかもそうなんでしょうけれどもね、あとね官僚とかもそうだな、防衛省とか機密がいっぱいある省庁の官僚はあんまりね若い時から全然モテなかったなんていう人は不向きじゃない、狙われたらすぐ引っかかっちゃうもんね、異論は認めますけどね、共産党宮崎県議団が日米合同演習中止を知事に要求だって、自衛隊700人米軍280人が8月末から9月頭まで自衛隊の演習場で行う予定のですねオリエントシールド22ですか、22は2022ってことかな、オリエント東方の東洋の、シールドですから盾ですかね、反対理由は地元の牧場に影響があるとかですね、軍事対軍事の悪循環に陥るなどとほざいている模様、軍拡 vs 軍拡でキリがないって共産党本部もねほざいてましたけれども、そんなのね10年間で軍事費3倍にした中国に言えよっていう感じなんですけどね、これ赤旗に載ってた記事なんでやったのは宮崎県議団ですけれども、共産党本部が
指令してんだろうなというのは、まあ赤旗に乗ったことからもよくわかります。ネットの反応です。何脱がしとんじゃ悪い。ウクライナは外交努力で救われましたか。領海侵犯する中国には言わないの。ミサイル撃ち込まれたばっかりなのにこれか。救助を守りたいだけ、国を守る気はない。中間の嫌がることが日本の国益になるのだよ。敵国ですからね。やっぱり共産党は国民の敵だな。国民って言うと分かりにくいから、日本人の敵って言うととっても分かりやすいと思うんですよ。ほら、あの憲法全文にさ、国民の代表がこれを行使しる書いてあるじゃん。権威は日本人に由来し、日本人が行使し、福利は日本人が受け取ると、こう書いてくれたら左翼がね、つべこべつべこべヘリクスこねなくて済むんだよね。わかりやすくね。あと国民健康保険もですね、日本人健康保険って名前にしろよ。したらね、あれ外国人に使わせるのおかしくねってなりますでしょ。まあ今の日本に必要なのはスパイ防止法いう意見もありました。まああの共産党は外観誘致主義者ですからね。知事がんなね、あの自衛隊の訓練とかに口出せっかよ。ましてやね、あの自衛隊単独の訓練じゃねえ、日米合同演習で米国も絡んでくることなのに知事が口出せっかよって思うんですけど、まあまあ豊島区議会で豊島区長に向かって消費税減税してくださいって延々言ってたバカの共産党のことですから、共産教団京都に理屈は通じないな。何言っても理解しないから、これはあの私議会で選挙タスキのあの選挙違反内裏タスキの言ったらね、あいつら発狂して5時間も休憩しやがって、職員さんも議員も全部足止めしてね、区長も、そういうね発狂の仕具合しましたんで、まあ結構聞いたんだと思いますけれどもね。宮崎県議会は調べたら定員37名で2名が共産党でした。県議団なんて大層な名前つけちゃってますけど、2人で団ですか。豊島区は36人中4名が共産党なので、だいぶ薄くて羨ましいな宮崎県議団はな。議事妨害、行政妨害も薄いんだろうな、羨ましい。大体の委員会にですね、1人ぐらいずつあの共産党議員入ってまして、4人もいるとね、豊島区議会。そうするとね、あのくったらね、難癖つけてぐじ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 委員会の時間引き延ばすんですよね、あいつら。これ行政妨害だな、議事妨害だ。こいつらさえ黙ってればすぐ終わんのに、10分でみてえな、常々私は思っておりました。まあまあ37人中2人だったら異例委員会もあるんでしょうから、まあまあスッスッスッって宮崎県議会の委員会は進んでいいな。まあ2人がそのうち1人がいる委員会なんかは全然ね、長々こいつらがぐじ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 変なことほざいて、妨害してんでしょうけどね。国葬反対訴訟を東京地裁に提訴して門前払いされ、生き恥をかいた自称市民団体の代表藤田隆景は、この真ん中で横断幕持ってるハゲ玉の人なんですけど、近畿ブロック比例で社民党から立候補してた参院候補でした。このやつ、ネットの反応です。安倍側の人らじゃん、デモが仕事の人たち、市民団体じゃなくて社民団体でしたか。お約束のような。工作員の皆さん、本人たちはマジなんだから笑っちゃダメだって。工作員ばっかなのでやはり国葬すべきと思った。市民団体じゃなくて人民団体じゃん、これ北朝鮮のね。社民党イコール北朝鮮、北朝鮮イコール社民党と。で、社民党の参院の候補で立候補してたやつっつったら人民団体ですね。藤田隆景はですね、
村山談話を継承し発展させる会会長でもあるみたいであります。同じ人間がどこでも顔出して本当人いないんだな。まあね、かつての社会党じゃないですか、社民党ってさ、だいぶ落ちぶれましたけれども、人も減っちゃって実際動ける人数も動かす金もないっていうのは今の社民党じゃないですかね。日本のことは日本人が決めんで人民は引っ込んでてくんねえかなって思います。内政干渉でもありますよね。ハリスアメリカ副大統領、安倍総理国葬に出席すると発表になっておりました。ハリスさん人間としてどうなのっていう資質の問題ありますけれども、一応副大統領じゃないですか。なんかね、深刻な記者がね、かわいそうな子供の話の、深刻な質問したらこの人バカ笑いしたっていうですね、人間としてどうなのかっていう人ですけど、ますます今更中心なんかできるか、全世界に打診してんだっていう情勢になってきましたね。敗北主義者、外観誘致主義者、人民軍のスパイの皆さんは、まあ生命、せいぜいね、国葬あがめろってやってりゃいいと思いますよ。どうせ中心なんにからあんなに頑張ったのにっつって、せいぜいストレス感じてください。絶望してください。それが我々の望みであります。スパイの共同通信が韓国の内政干渉をわざわざ報道しておりました。まあ、連合ニュース記事を日本に紹介してたってやつなんですけど、記事要約、西村新経産大臣が13日に靖国神社参拝、その日のうちに韓国政府深い失望と遺憾という声明を発表。見張ってんじゃねえよ気持ち悪いな。あとね、朝日新聞なんかはわざわざ知らせに行くからね、こういうのありました全員なんつって韓国政府にね。ネットの反応です。はい、内政干渉と思想信条の自由の侵害、宗教差別やめろ、大したことは言ってないそうだね、断固しろぜ。遺憾って言われてもこっちは関係改善なんか望んでないんだが、失望ってまだなんか期待してんのか、つべこべ言ってねえで早く現金化しろよ。丁寧に制裁していかないと経産大臣が靖国参拝したってことは輸出に関してごじゃごじゃ言うなってことだろう。なんか言ってくるたびに関係大臣が靖国参拝すべきと、なかなか賢い人いるもんだな。韓国政府は日本人をうんざりさせる名人ですね。まあそれしか言えないんだが、何十年もしつこいしね。そういえば中国共産党は閣僚が靖国に行くたびにですね、しつこくしつこく人民の感情を傷つけたかなんか言って文句垂れてました。法的にどうのとか一切ないんで、まあそういうしかないんでしょうね。条約とか合意でどうのこうのって一切ないんで、まあそういうしかないんでしょうね。人民は随分繊細でナイーブなんですね。人民の感情のケアは中国共産党がやれっつの、なんで日本政府が人民をケアしなくちゃいけないのか。そんなね、傷つきやすいんだったら外に出ねえで家にこもってたらいいんじゃねえのか、思いますけれども。中間の難癖は個人の思想信条の自由の侵害だし、内政干渉ですよね。竹島盗んでる正真正銘の敵国のくせに何言ってんだかね。毎日のように領海侵犯する敵国のくせに何言ってんだかね。敵国が遺憾と失望するんならめでたいことじゃないこれめでたしめでたし。敵国の嫌がることをします、これこそ愛国者でしょ。違いますこれ。中間の難癖とそれに乗ったテレビ新聞の難癖に負けて参拝しなくなった昭和の自民議員が一番悪いよな。最初から何言ってんだバーガーっつって強行し続けてれば、あ、言っても無駄だな、ってなるのにさ、事なかれで面倒くさがって論より大声嫌がらせに曲げて
恥ずかしくねえのかと。当時の自民党は、当時のおっさんたちは恥ずかしくねえのかと、子孫に対して、今は自民議員は日課のように毎日靖国参拝したらいいんじゃないかな。あ、今はね、あの統一教会とズブズブって言われないっていうメリットあるよ。自民党国会議員さんは、靖国毎日行ったらいいんじゃねえの。うちは統一とは関係ありません。もし何か関わったとしても、それは知らないでうっかり寄付もらっちゃったとか、会に呼ばれて行っただけで、うちは関係ありません。これこの通り靖国神社に毎日参拝しておりますって言えるじゃん。照準レーダーロックオン事件のようなことが今後起きたらね、防衛大臣が靖国神社参拝すればいいよ。輸出管理でごちゃごちゃ来たら経産大臣が靖国参拝すればいいよ。教科書でなんかごちゃ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 言ってきたら文科大臣がすかさず靖国に参拝するんだよ。そしたらね、輸出入関税を、その度に 1% ずつ上げてったらどうだっていう案を昔出しましたけれども、そっちの方でもいいんですけれどもね。まあ痛くも痒くも実はないですから。大臣が靖国に参拝しても韓国政府は実は痛くも痒くもない、痛い痒いって大声で言ってるだけで、だから輸出入の関税上げるのが効くと思いますよ。2021年の日韓貿易のデータなんですけれども、対日輸入額は546億ドル。これ韓国が日本から輸入している額、7兆2618億円。1日あたり199億円。対日輸出額、これは韓国が日本に買ってもらってる、301億ドルは 4.0033 兆円。まあ、約4兆円ですね。1日あたり 109.7 億円。110億円か。まあ、結果ですね。韓国は日本企業から毎日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 199億円の買い物してる。日本には毎日毎日110億円約の、買ってもらってる。日本に。差し引きいいですか？毎日199億円の商品を買ってもらってることで生活してる日本人が何万人いるかわかりません。何十社、何百社、何千社あるかどうかはわかりません。まあ韓国だけが取引先っていうところは少ないだろうから、まあ全世界中に買ってもらってるんですけども、そのうち韓国が占める割合が、199億円ですか。日韓貿易の利益は毎日ね、差し引き約90億円。199億売って109億買ってる。差し引き純利益約90億円。毎日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 ね。韓国が日本にですね、毎日90億円運んでくるようなもんですね、これね。まるで鵜飼いの鵜のように、牧場で飼われてる家畜のように、利益を運んでくれる。毎日90億円金くれると。これがですね、日韓議連とか、韓国を擁護する勢力の正体であり、力の源泉であります。毎日90億円儲かっちゃうわ。まあそんな会社あんまないですもんね。日韓貿易が減ればですね、日韓議連のぬかがとかが、断るごとにですね、韓国を擁護して、韓国とは揉めないでくださいっつって、まあ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 って、シャシャリ出てくる強度と頻度が減ると思われるんですね。日韓貿易を減らすためには、輸出入関税上げるのが一番手っ取り早いと私は思っております。特に輸出の関税を上げる。買うのじゃなくて、買ってもらうのに関税かけるっていうね。何ね、韓国がダメなら、すぐ次の買い手探しますって。すぐ同じ量買ってくれる国現れますって。
かつてのですね、マレーシアの首相がこんなこと言っておりました。韓国みたいに日本の隣にあったら、我が国はもっと発展してたと。もっと日本さんと近かったらな。つまり、あれですかね、輸送費安く日本のものバースが買えたらな。うちはもっと発展してたよな。言っておりました。ですんでね、韓国に売れなくなった関税で。なんていう場合でもですね、他の国がすぐ買い手の国見つかりますから、これやったらどうだろう。教科書で文句やれたら文科大臣が、輸出でなんかやれたら経産大臣が、その都度靖国に行くのもいいんですけど、まあまあ口で言ってるほど痛くもねえし痒くもねえからね、あいつらね。これこそが日韓断交への道。とにかく人とか物の交流を減らしていく、日韓疎遠をまず実現する。でないと断交もできないし、竹島も戻ってこないって私は考えております。というわけで、明日のイベントお忘れなくご参加ください。だいぶ募集前に始まっちゃったからな。ついでメール党員さんと議員に立候補してくれる支部長さんも大募集であります。よろしくお願いします。デトックスジャパン。